世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本が競合の末中国に敗れた高速鉄道計画の受注、インドネシアをはじめ世界各国で破格の条件を提示し次々と高速鉄道計画の受注に成功した中国ですが、アメリカをはじめとするいくつもの国から中止が相次いでおり、ここに来て暗雲が立ち込めています。今回は中国の高速鉄道計画が相次いでキャンセルされている現状についてお伝えいたします。近年いくつかの国で中国の高速鉄道計画は頓挫したり、計画の見直しが求められたりなど、中国のインフラ輸出計画が次々と挫折してしまっているようです。その一例として2015年9月の習近平主席訪米前に発表されたラスベガスとロサンゼルスを結ぶ高速鉄道計画が2016年6月にアメリカのエクスプレスウェスト社の発表により中国鉄道総工士との合併解消が決まったことなどが挙げられます。2017年の9月にも着工する見通しでしたが、エクスプレスウェスト社は合併解消の理由として中国企業がやるべきことを時間通りできていないと話し、計画の遅れが原因だったと主張しています。中国側にとってこれは寝耳に水のことだったようで、無責任で契約違反だと批判していますが、もともと習近平主席の訪米の成果として強調するためにぶち上げたプロジェクトであった可能性も高く、アメリカ側が中国企業の実態を見て危機感を持ったのでしょう。加えてアメリカにはバイアメリカン法という規制があり、国内の公共事業ではアメリカ国内で生産された鉄鋼やその他の製品を優先的に使うことが義務化されており、これをクリアしないと融資や認可が下りず、無視すれば巨額の罰金が課せられる可能性があるのです。しかし中国にとっては過剰生産となっている自国の鉄鋼を使ってもらわなくては旨味がありません。さらに中国では車両事故率の高さが問題になっています。2015年に発生した列車事故は210件余りで、前年と比べても 16% 増加しています。車両の故障による事故は 45% も増加し、故障による事故が最も多いのは高速鉄道だったといいます。結局中国側も習近平主席の実績を上げるためにバラ色の計画を提出したのでしょうが、いざ実行の段階になると前に進まなくなるという中国の典型的なパターンです。中国は外国との契約において大抵の場合、採算はもちろん完成の期日も明記しません。超単位のお金についても基本どんぶり勘定なので、後々揉め事が多くなってくるのです。インドネシアの高速鉄道もほとんどただ同然で工事を受注するという破格の条件で中国が獲得しましたが、やはり遅々として進んでいません。中国側がインドネシアに提出した計画書は、日本が提示した計画書の金額部分だけが書き換えられているもので、日本側の案をパクった疑惑がささやかれています。とはいえ日本側の計画書は日本の建設技術を前提としたものです。たとえ案をパクったとしても、技術力の違う中国がそのままできるはずもありません。また着工が遅れている原因として、中国が運輸省に提出した書類に公用語のインドネシア語や英語以外の中国語表記のものがいくつも含まれており、現地の担当官が読めないという笑い話のような書類問題があるとも報じられていました。しかも後になって、中国側がインドネシアの債務保証を求めているという話まで持ち上がっていて、インドネシア国民は衝撃を受けているようです。というのも政府の債務保証がないことが今回鉄道計画を中国に一任した決め手だったからです。アメリカでの中国高速鉄道計画中止のニュースに対して、インドネシアの鉄道関係者らは、早期に中止を決定できて羨ましい、中国は机上の空論的な調子の良い話が多いという嘆き節が漏れているようです。加えてインドネシアでは早くも日本案の方が良かったという声が上がり、実際にジャワ島の横断鉄道は日本に建設要請することが明らかになっています。2016年3月にはタイが中国と合意していた高速鉄道建設計画について、中国から借り入れを受けずに自己資金で、かつ一部の工事は自国企業が行い、残りの区間については延期すると発表しました。これは事実上
合意の白紙化といえます。さらに中南米でも中国の高速鉄道の建設計画が次々と失敗に終わっています。2009年の夏に発表されたベネズエラでの450キロの高速鉄道計画も現在ではほとんど放棄状態になっています。中国の建設スタッフはすでに現地を去り、関連工場は廃墟となっていて、要のものはすべて持ち去られた状況となっているようです。ベネズエラは原油輸出国ですが、原油価格の暴落で経済危機に陥ったことが表向きの理由とされています。しかし中国メディアは、企業に採算を無視させた当時の中国政府の国家戦略にあると指摘しています。仮に高速鉄道が完成しても、電力不足の深刻なベネズエラでは車両を走らせられないし、ベネズエラ政府もこれを維持できないということです。こういった事例はまだまだあります。2015年11月に中国の企業連合が5000億円で落札した総距離210キロに及ぶメキシコ初の高速鉄道建設契約が、落札から数日後にメキシコ政府によって取り消されました。一社単独だったことから、中国企業とメキシコのピニャニエト政権との贈賄疑惑が浮上しており、原油安や財政難を抱えていたメキシコ政府は計画そのものを無期限延期としました。2016年にリオオリンピックが開催された中南米最大の経済大国ブラジルでも、高速鉄道の建設計画が持ち上がったことがあり、2011年に事業の入札が行われる予定になっていました。しかしブラジルの規定で、5年以内に鉄道事故を起こした会社は入札できないため、中国は門前払いとなったのです。このように中国の海外投資はことごとく失敗しているというのが現状です。2013年には鉱山開発など資源開発の投資については8割が失敗に終わっています。投資国の政情不安などもありますが、やはりずさんな計画が原因でしょう。アフリカでの鉱山開発では、労働者を連れて行って雇用を生まない中国のやり方に現地の反感が高まり、中国人襲撃事件も多数起きています。またミャンマーで建設を計画していたダムも、環境問題で地元の反対が多くて凍結状態となっています。インフラ輸出は相手国の将来を左右するほどの大きいプロジェクトです。それだけに、習近平政権の手柄にするためだけに大風呂敷を広げたところで必ず失敗し、逆に相手国の反中感情を高める結果となります。世界は中国のインフラ輸出のインチキぶりにようやく気づき始めました。後がない習近平政権は今後ますます苦境に追い込まれていくと思います。ではこれについて海外から意見が寄せられていたので、その一部をご紹介いたします。いい加減な国と契約するからこんなことになるんだよ。目先の利益に飛びつくとこうなるっていう典型例だな。こういうのは一度作ったら長期間使われるんだから、多少金がかかっても良いものを作るべきなんだよ。日本の新幹線は開業以来大きな事故を全く起こしていないんだ。信頼性という面で考えるなら、絶対に日本製の方がベストだよ。インドは日本と契約したんだよな。彼らの選択は間違いではなかったってことだ。アメリカはなんで中国なんかと契約しちゃったんだよ。こうなることが予想できなかったのか。中国側は最初から契約さえ結んでしまえば、あとはどうとでもなるって考えてたんだろう。アメリカ人の俺たちはまんまと騙されたってことだ。中国製品は食器でも電化製品でも何でも安いけど品質が悪いから、使い捨てだと思えって俺は教えられた。命の危険にも直結する高速鉄道なんてもってのほかだろう。海外の人々からも中国に対する不信感が見られるコメントが多く目立ちましたね。これに関しては日本国内からも同様に中国に対する不満の声や、なぜ後になって日本が各国から助けを求められ中国の尻拭いをしなければならないのかと怒りの声が上がっていましたので、続けてご紹介いたします。日本は中国共産党の後始末などやるべきでない。きっちり中国に責任を取らせるべきで、発注した国もそれは中国にやらせるべきである。
中国企業に事業の完結は無理でしょう。最初の契約自体が利権や賄賂絡みの結果の可能性が高いですからね。最初から計画が頓挫することもおそらく分かっていたでしょう。安易に日本が後始末をすると権力者たちは後で日本が尻拭いしてくれるからと、余計に中国とズブズブな関係になるでしょうね。各国の救助要請を簡単に受けないように願う。日本は便利屋ではない。ダメだったからって日本に頼ろうとするのはひどいね。中国に仕事を任せるなんて、海外は中国がどんな国か本当に知らないんだな。自業自得だけど、今後のことを考えて授業料だと思えば安いだろ。インドネシアは今韓国化してるから相手にしない方がいい。結局自業自得であり、自分のケツは自分で吹けと言いたい。今世界に必要なのは中国が絡まない経済効果。中国のない環境で世界経済を維持することが重要。事故が起こっても原因の調査もろくにせずにさっさと埋めるんだから改善するわけがない。フィリピンの鉄道でも尻拭いさせられたのか。インドネシアの国民性はジョコと同じらしいから、金輪際関わらない方が良い。やはり日本はやることがしっかりしている。真面目な国民だからこそきちっとしたものが出来上がる。嘘の好きな国に良いものはできないでしょう。日本は手を出してはいけない。莫大な損失を抱え込むことになる。海外で日本のように物事が進むと思ったら大間違い。中国が反面教師となってくれたことに感謝すべき。日本を裏切った国と日本をコケにした国なんて関わる価値あるの？いやいや、気づくのが遅すぎるよ。中国高速鉄道が脱線した車両を埋めた時点で気づいてよ。日本人は高品質な製品を提供し、なおかつ現地の人材を優秀に育てる。これは昔から変わらないスタンス。この付加価値がなかなか理解してもらえない。インチキっていうか、実現できなかったんだと思う。安易な資金計画、未熟な技術、運用ノウハウすらも未熟で、地域ごとの状況を調べもしない。借り物の限界。安かろう悪かろう、安物買いの銭失いを証明する代表事例ですね。製造技術は手に入れたものの、メンテナンスはマニュアルだけでは済まない面もあります。技術者を養成することは後回しなんでしょうか。事故が起きたら責任をなすりつけるだけでは安全にはつながりません。原因を追求しないから事故も繰り返してしまうのです。詐欺にはできるかどうかなんて関係ないからね。どれだけ理想論を描けるかなんで、絶対に話を聞いてはいけません。皆さんも詐欺には気をつけよう。今更になって日本に泣きついてくる諸外国の対応に、国内からも不満の声が上がっているようですね。いかがでしたでしょうか。日本の鉄道は技術力が高い分値段も高くなってしまいます。ですが、命を預けるものに値段をケチってはいけません。高いには高いなりの理由があるのです。安かろう悪かろうを選んだ諸外国から、後々日本に援助をお願いしますってパターンにはもううんざりしますね。動画をご覧の皆さんは、安いものを買って失敗してしまった経験はありますか？これは高くても良いものを使うようにしてるなどがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。